はもうスピードが命ですから、もう手前よくどんどん行きます。この敵はメーカーの指定通りですね。寝るとちょっと緩めに感じますが、これはもう OK。 そしてこの状態ある程度もう寝なさったら、タラタラタラと、そしてそれを全体にまずは広げていきます。これボーダーの部分や辺の部分に乗せたいんですけど、最初のうちは緩すぎてちょっと乗ってこない、全部飛行帳に溜まってしまうと。飛行帳に溜まった分、これは余計ですね。これは義歯を浮き上げる原因になってしまうので、この部分は取り除く。その代わりそれを辺縁に持っていく、早朝から辺縁、もしくは口蓋の部分に持っていく。ここに溜めることで義歯は、絶対に本来の位置でないところに移動します。そしてもある程度足りなくなったところでもう素早く、その際に揺さぶります。そして R ラインから出てくるのを確認する、そこまで押し込む。そして患者さんにはまた、ウーですね。まずはウーと、胸側を絞ってもらって、次イー、心側の、唇側の形を作ります。そしてまたウー、はい、イー。そしてこの場合は噛んでもらって、7分間固まるのを待つということで終了ですね。